まずはこちらをご覧ください。じゃじゃーん。ここに書いてある通り、第54回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯ということで、はい、こちらね、2021年女子プロのこちら選手権大会が開催されるシズヒルズカントリークラブに今回はお邪魔しておりますということで、はい、皆さんこんにちは、ナミキです。ということで今回はナミ散歩、こちらでお届けしていきたいと思います。こちらのゴルフ場は、はい、この日本女子プロの今年の会場でもあるんですけど、うんうん、はい、実はそれ以外にもいろんな女子の試合だったり、男子のプロテストの会場だったり、さらに今年の女子のプロテストの会場もこちらになってまして、女子のプロテストもここで開催される、はい、しかも最終、最終です。ここで人生が決まると言いますか。ということで、じゃあ早速ちょっといろいろあるそうなので見に行きますか。はい、見に行きたいと思います。行きましょう。皆さん見てください。じゃじゃん、あちらにですね、なんとパー3コースドライビングレンジ、練習場入り口と書いてあります。ドライビングレンジとショートコースもあるってことですかね。さあ、じゃあちょっとこちらの方も見ていきたいと思います。行きましょう。おお、ゴルフ場にね、ショートコースついてるのあんまりないですもんね。練習場はありますけど。おー、すごい。あら、ヒルズゴルフアカデミーと書いてありますね。じゃあそこでレッスンとかやってるんですかね。でね、ここね、以前リカさんと一緒に撮影させていただいた時にお伺いしてるんですけど、ここまでね、実は見切れていなくて、ここがヒルズゴルフアカデミーなんですけど、コースと練習場の実践レッスンと書いてあって、ドライビングレンジは280ヤードあって、あとビデオルームとクラブ工房もあるらしく。でね、皆さんちょっとせっかく来たんですけどもね、今はなんとリニューアル中ということで工事中でございますので、ね、ちょっと入れないんですけども、ちょっと楽しみですね。ぜひまたこちらリニューアルできたらお伺いしたいと思います。いや、楽しみだ。さあ、じゃあどんどん行きますか。ここほんといろいろあるんでね。お、皆さん見てください。じゃじゃん、この練習場の前に綺麗な練習グリーンがあります。さあ、そしてこちらね、ちょっとグリーンを越えたところに、お、皆さん見てください、字が見えてきました。シズヒルズレディー、シズヒルズレディースボリビルカップですね。それを開催するコースでもあるってことでしたがね、すごいですね。いろんなね、試合も開催されてるということで。さあ、ちょっと歩いてきましたけども、皆さんちょっと見てください。前にですね、なんと練習グリーンと、そしてアプローチ練習できる、このね、めちゃくちゃ広い環境がありますよ。なかなかないですね、この大きさのグリーンとアプローチ練習できるっていうのはね。で、先ほどもね、グリーン練習する場所あったんですけど、それよりもさらに大きいこちらグリーンですね。広い、いつ来てもいい綺麗な状態ですね。まあ、ここにある通り、はい、アプローチ練習ができるグリーンも3つあるんですよね。あ、3箇所のグリーンに狙って打てるっていう。あ、本当だ、3箇所のグリーン狙えるアプローチ、これいろんな本当練習できますね、アプローチでもね。へえ、すごい。いや、もう1日ね、コース回んなくてもここだけでもね、全然練習して帰るっていう超贅沢な環境。結構関東近縁からですね、はい、ジュニアゴルファーがたくさん集まって。あ、そうなんですね。本当に1日中練習してたり。だってね、こんな、だってなかなかないですからね。しかも綺麗なんですよ、また芝もこちら。グリーンも綺麗で、なかなかいい環境。ちなみに奥、これもね、リカさんの撮影の時に使わせていただいたんですけど、バンカーもね、あるんですよ、いくつか。
あ、しかもちゃんと顎もあって練習しがいのあると言いますかよく入れちゃうんですよ、私もこういったねラウンド中。このこういうバンカー多いです、顎の高いバンカー。うわー、めちゃくちゃ広いバンカー。これ全部一連でつながってますけども、ほんと自由自在にどこでも打っていけますね。この環境めちゃくちゃいいですね。綺麗、しかも綺麗なんだよね。お、なんだなんだ。お、こちらもしかしてホテルですか、宿泊施設ですかね。があるってことはもうここでね一日完結できちゃうんじゃないですかね。アプローチとかバンカーショットの練習もできる、もちろんコースにも出れて、プラスショートコースもあってね、ゴルフの一日、丸々一日ゴルフでできるっていうのはなかなかねないですもんね。待って、皆さんプールも、え、しかも見て、あの滑り台もついてるし、ちょっと遊び心もあってめちゃくちゃいいですね。結構ショートコースって回ったことありますか、並木さん。ショートコースはそうですね、最初の方はあの東方調布の方で結構一人であの練習しに行ってました、はい。でもやっぱショートコースやってる時に、まあ、ショートコースし終わった後にじゃあ練習場やりたいな、アプローチ練習したいなとかいろいろやっぱ課題出てくるじゃないですか。ってなった時にやっぱこれくらいね、と何でもできる環境があるといいですよね。やりたいことがすぐできて、しかもですね、こちらのショートコースは、はい、この本コースもそうなんですけど、はい、中島恒之プロ監修で、あ、監修の、はい、ショートコース自身も中島さんの結構こだわりが詰まってるらしくて。こだわりとは何ですか。まずベントグリーンなんですよね。あ、こっちのシズヒルズさんの本コースの方っていうのはもうベントグリーンです。もうベント同じってことですね、はい。ショートコースだと、まあ、あのどちらかというと管理のしやすい芝が多いんですけど、はい、結構ベント芝って管理が大変なのをショートコースも使っているということだそうです。それはすごいこだわりがありますね。だって管理がかなり大変なのに。今ジュニアの子が結構来て、はい、回り放題で1000円とかなんですね、1日。めちゃくちゃいいじゃないですか。だからもうずっとこう1日中ぐる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 回ってるんですね。その9ホールあるんですけど。あ、9ホールあるんですね、これ。え、めちゃくちゃいい。やっぱね、私もショートゲームが、まあ、こう最近やっててもなんですけど、また新たに上手くなんないと、そこが課題なんじゃないかなっていうのがあるんで、こういうところにね練習来させてもらうのいいですね、うん。めちゃめちゃ、確かにめちゃめちゃ綺麗。ここもちなみに大人もよく本コースを回り終わった後に、じゃあちょっとお借りハーフ行くの大変だけど、あ、ちょっとショートコースで遊ぼうかみたいな。へえ、そういうこともできちゃうんですね。はい、これね、意外と短いからいけるやろうと思うけど、私は一番ね、やっぱショートゲームが苦手なんでね、こういう時にね、変なことしちゃうんですよ。大きいですもんね、グリーンも。グリーン大きいですね、確かに。確かに、なんかショートコースであんまりこういう大きくてね、やりたくなっちゃいますね、ちょっとね。インの、はい、11番ホール。ほう。が、実は、名物ホールの1個なんですけど、シーズヒルズの、はい、グリーンの奥に、はい、すごく大きなバンカーが広がっていて、こう丘のように途中盛り上がっているので、はい、その奥が見えないんですよね。だから砂丘のように見える、砂丘バンカーみたいなこと言われるんですけど、ね、以前一応私もね回ってるはずなんですけど、リカさんとね、全然もうプレーに集中しすぎてね、あんま気づけてなかったんですけど、そういうのがあったんですね。はい、実はその11番のバンカーをここに再現してるっていう、お、ものがあるんですか。のがこちらの、なにこれ、なにこれ。ティーグラウンドあっちなんですけど、あっち側から見るとやっぱりその奥が、これバンカーですか。そう、バンカーどこまであるのってのが見えない。これ何ですか。すごい、こうやって山に丘みたいになってるし、へー、難しそう。なんかこう圧迫感がありますね。
こんな感じなんですね。うわー、これは確かにどこまで続いてるんですかねって感じですね。本当に向こう行ってみないと全然わかんないし。へー、名物ホール再現ホールということですね。いやすごい。はい、ということでこちらね、ちょっと森ビルカップのインタビューするところ、インタビューゾーンなんですけども、今回はね、波散歩でいろいろね、シズヒルズさん見させていただきました。ありがとうございました。もうめちゃくちゃね、いい環境で、もうアプローチもパターも全て練習できる非常に素晴らしい環境で、私もこういったところでね、いつかね、プレイしてみたいななんて、練習してみたいななんて思いました。はい、ぜひ皆さんもちょっと気になる方はね、一度は来てみてもいいんじゃないでしょうか。こうやってね、試合でも結構使われてるコースですし、あの行ったら分かるんですけど、やっぱ綺麗ですし、プラスやっぱ戦略性もあるというか、難しそうなコースもあったので、プレイするの楽しいんじゃないかなと思います。すごい、本当にね、素晴らしいコースなので、皆さんもぜひ一度足を運んでみてください。はい、ということで波散歩今回これ見て終了でございます。はい、じゃあまた次回の皆さん波散歩をお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、こちらもぜひフォローしてください。